こちらの瓶、なんだかお分かりですか？そうです。梅酒をつける瓶なんです。まあ、梅酒と言いますと、おばあちゃんがつけたり、それからお母さんがつけたり、家庭の味といったイメージがありますが、今その梅酒が大きく変わってきているんです。ウェルチを飲んでいる妻は美しい。ウェルチには新オイリオ。今年2月、東京銀座にオープンしたとあるダイニングバー。店内は会社帰りの若い女性たちで満席。一見普通のダイニングバーだが、彼女たちが飲んでいるのは、これは黒糖梅酒です。黒糖梅酒、はい、カテキン緑茶梅酒です。実はここ梅酒専門店、さまざまな種類の梅酒を求めて女性客が集まる。結構ヘルシーなイメージがあるので、結構甘みがあって飲みやすい。ベースがあといろいろあるので、梅酒ばかりがなんと100種類以上。日本酒につけたものや焼酎につけたものなど、ユニークな梅酒が揃っている。まあ、春ぐらいからだんだんと、今ではもう常に平日でももう満席、20代半ばから30代半ばの女性の客の方がほとんどですね。自家製の梅酒を楽しむ人も増えている。東京の下町に住む小島さん一家、この日はお母さんが作った梅酒を飲みながら花火大会を満喫。久しぶりの一家団らんとなった。特別な日に飲む特別な飲み物、それがお母さんお手製の梅酒。果実酒の王様、梅酒。甘い口当たりとヘルシー感が受け、今新たな人気を呼んでいる。ワイン焼酎に続け、梅酒に魅せられた人々を特捜せよ。僕は小学校の頃から親が漬けた梅酒の梅食べて酔っ払ってましたから。梅酒っていうとお家で漬けるものって感じですけど、いろんなバリエーションあるんですね。はい、本当に今ね、どんな居酒屋さん行ってもバリエーションいっぱいあってびっくりするんですが、ちょっと梅酒の出荷量を見ていただけますか。もうね、ここ最近でかなり上がってるんですよ。で、まあ、今年のがまだ出ていないので、今年はまたこれが上り調子になるのではないかというふうに言われています。で、皆様の前に VTR でもちょっとご紹介されていました梅酒用意してみました。どうぞ、はい、飲んでみてください。もうね、ほんとはちょっと酔っ払ってみたい。小倉さんの赤ワイン梅酒ですけれども、いかがですか？ただなんかワインなのか梅酒なのか半然としないっていう感じだけど、ただ美味しいよ。でも色本当ワイン、ピョコさんのは、私もカテキン緑茶で、私は実は梅酒って甘いからあんまり飲まないんですけど、これさっぱりして美味しいです。いいですよね、はい。本当に様々ありますよね。蜂蜜梅酒ですね。蜂蜜、蜂蜜梅酒。甘すね。甘いんだ。さ、確かに蜂蜜の味がします。でも 12% って書いてあります。山崎さんの違う。これは黒酢ですね。黒酢、二日酔いの時に良さそうな感じのさっぱり系です。そうですよね。黒酢レモンが、蜂蜜みたいなのが入ってて、もうクイクイ飲めちゃいそうですね。シュウさんに梅酒合わないよね。いや、これ濁ってんの、僕だけ。濁りなんだ。濁り腹ごしだから濁ってると、はい、濁り酒、いいね。またまたいいですよね、渋いですよね。本当にいろんな楽しみ方ができる梅酒なんですけれども、そんな梅酒に魅せられた人々を取材しました。ここ数年、自分で梅酒を作る人が増えているという。名古屋市に住む澤田さんもその一人。しかも今年初めて梅酒作られたんですよね。そうなんです。どんな味になってるんでしょうね。なぜ今年梅酒作りに挑戦したのか。おばあちゃんに教えてもらったんですけど、後先のこと考えるとやっぱ習っといた方がいいかなって思って。やっぱりそれだけおばあちゃんの梅酒っていうのは美味しかったんですか。美味しかったですね。この日澤田さんは自分で作った梅酒を初めて飲んでみた。思い通りの味になっているのだろうか。おばあちゃんの梅酒と比べてどうですか。おばあちゃんがつけるときはちょっと氷砂糖多めにつけるんですけど、うん、私はちょっとあまり甘いのが好きじゃないんで、ちょっと氷砂糖の量を少なくしたんです。
それはちゃんと聞いてますか？大丈夫？うん、大丈夫。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。ああ、よかった。じゃあ大成功じゃないですか。大成功ですね。乾杯。自分もいつかは子供や孫に梅酒の作り方を伝えたいと澤田さんは言う。何かの記念に梅酒を作る人もいる。愛知県碧南市に住む馬場さん夫婦、梅酒は毎年作っているのだが、今年はいつもの梅酒と一味違うようだ。これが今年につけた。あ、今年のやつ、はい、これなんかちょっと違いがありますけど、なんか変えたんですか？こっちがホワイトリカーで、はい、こっちが娘が生まれたんでブランデーで景気よくつけました。今年5月、結婚6年目にして待望の長女が誕生。そのお祝いとしてちょっと根の張るブランデーの梅酒を作った。こちらが梅酒を買いに来た客に専門的なアドバイスをしてくれるお店。創業明治38年、代々続く老舗の酒屋だ。はい、どうぞ。梅酒のコーナーですね。こんなにいっぱいあるんですか？はい、常に40種類以上の梅酒が揃っている特設コーナー。老舗の若旦那が太鼓判を押す日本各地のさまざまな梅酒が並ぶ。しかもほとんどの種類を試飲できるので、客は十分納得した上で購入することができる。そこで若旦那おすすめをいくつか聞いてみた。こちらなんですけれども、はい、はい、それは何、しそ梅酒ですか？はい、そのお味とは。こちらは非常にまた飲みやすい、はい、口当たりが爽やかですね。続いて出てきたのは氷砂糖の代わりに黒糖を使った黒糖梅酒。これは舌にこう、はい、まとわりつくというか、はい、黒糖の甘みがします、はい、一番人気の人気の、はい、梅酒というのをじゃあいただきましょうか。はい、アールグレイと。アルグレイって紅茶ですか？はい、そうです。国産の無農薬の紅茶を使ってるんですね。使って、それと梅酒をですね掛け合わせたものなんですね。珍しいですよ ね、 すね。紅茶の梅酒。鍋も綺麗ですよね。本当ですね。可愛らしくて非常に今、ちょっと見ていただいていいですか？はい、あの女性に人気です。紅茶の梅酒です。でも飲んでみると、はい、梅のこの甘い味がこうわーっと広がりますね。その中にアールグレイのほんのりと紅茶の味がしますけれども、紅茶の香りで爽やかさを増した梅酒、女性に受けているという。その紅茶梅酒を作っているのがこちら、九州一の梅の産地である日田市大山町。これまで主に梅干しを作っていたが、4年前梅酒作りに乗り出した。仕掛けたのは尾形秀夫さん61歳。当時役場に勤めていた尾形さんは町の名産品である梅を使って町おこしをしたいと考えた。そこで定年前に退職し、これまで全く経験のない梅酒作りに挑戦することに。こういう田舎町でね、農業しかやらないところで、なんでそんなお酒ができるかっていうんで、まあ当時、結構もうバカにされたっていうのか。大山町からの出資で近代的な梅酒工場が完成した。県内の酒造メーカーから酒造りのノウハウも提供してもらった。こうして動き出した大山町の梅酒造り。何より頼りになったのが梅で町おこしをという尾形さんの意見に賛同してくれた住民たちの熱意だったという。あ、これですか？びっくり。大きいですね。もっとちっちゃいかと思ってました。この1本にだいたいね5万本ぐらい、ね、5万本、そのくらい量が入ってるんですね。そうなんですか。そして今年4月、ついに過去4年間の中で最高傑作といえる新商品が誕生した。樽仕込みの高級梅酒夢響き。そのお披露目の場となったのはフランスボルドーのワイン祭りだった。世界各地から集まった数々の出品作の中で高い評価を得た。
商品を発表する場所がどこが一番いいのかなって考えた時にですね、どうもなんかこうワインだなんだのね、本場でフランスのボルトーあたりでね、向こうの人がこう評価してくれるっていう、そういう飲み物だったら随分素敵な話になるだろうなっていうのがね、きっかけで、まあボルトーを狙えみたいな、そういうことだったんですね。ワイン祭りからおよそ2ヶ月、尾形さんが待ちに待った人物がやってきた。大山町の梅酒を買い付けに来たフランス人バイヤー。どうも。上の方にちょっと、工場の方に。はい。でこちらの方で一応樽仕込みのやつをですねやって、今回のフランスに持って行った高級梅酒が、はい、これで作られているわけなんですね。樽はオーク材でですね、はい、でちょっとここで試飲をしてもらいたいと思うんですけど、はい、果たして大山町の梅酒は舌の肥えたフランス人バイヤーを満足させることができるのか。買おうと。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。梅の里大山町、4年前から町おこしで梅酒を作っているこの町にフランス人バイヤーが梅酒を買い付けにやってきた。商談の行方を決める最も重要な試飲の瞬間、尾形さんたちが作った高級梅酒はプロの舌を満足させることができるのか。複雑な味わいだけどすごく美味しいですね。色と輝きとその透明感、非常に透明度が高いし美味しいですね。フランスの人たちに何か好みになりそうですかね。うん、非常にいいと思います。やっぱり梅酒の中にこの複雑な香りが足りなかったんで、うん、フルーツだけでは勝てないんですね、はい、だからまあ、多くに仕込んで、それでもそういう特徴的な香りも裏にあってですね、はい、このシェリー酒、ウイスキー系のその風味もあるん で非常にしなやかに仕上げてるから、まあ、これは女性はすごく絶対好まれるリキュールだなと思いますね、はい、本当に美味しい。大山町の梅酒を気に入ったバイヤー、今後フランスでのクリスマス商戦に向けて出荷量など詰めの商談を行うことになった。小さな町の大きな夢への第一歩がスタートした。一本の梅酒、そこには人々のさまざまな思いが込められている。皆様の前にはこの夢響き、そして紅茶のお酒、こちらクレハロワイヤルをご用意いたしましたので、早速、はい、飲んでみてください。紅茶って珍しいですね。はい、そちら紅茶のお酒の方がかなり匂いが、うん、いい香りがしてね、アールグレーの匂いがすると思いますけれども、フランス人バイヤーがいいって言ってたのはどっちの方なの、はい、こちらの夢響きですね。こちら大きい瓶と小さい瓶になっているんですけれども、紅茶じゃない方、はい、でもどちらもフランスの方に出荷されるということです。この紅茶美味しい、うん、飲みやすいんですよね、非常に紅茶ね、アイスティーみたいな、わからないです。紅茶にほらアルコール入れて飲むじゃん。そんな感じですね。そうですね、ブランデーとか入れて飲む、お酒弱いというような方でもちょっと飲みやすくてね、これだったらいいんじゃないかなっていう感じです。この梅酒は美味しいな。美味しい、夢響き、夢響き、はい、こちらはフランス人も大絶賛していたものなんですけれども、うん、まあクリスマスに向けてこちら出荷されるということなので、うん、まあフランスのクリスマス、今年のクリスマスはもしかしたらこの梅酒が彩るようなことに
なるかもしれないということなんですよね。あの女性で食事の前に梅酒だったらって飲む人いますよね。あ、お酒飲ま好きじゃない。あ、そうですか。結構甘いのもあって、そういう甘いの飲んで食事大丈夫なのかなと思うんだけど、合うんですって割合。そうですね、あんまり私お酒いただかないんですけど、やっぱりちょっとこうね、あのいただくのはいいかなと思うんですけど、ね、でも朝の番組ちょっとこうお酒が入ってあるのいいね。ちょっとだるくなってきてますけど、小倉さんね、正直に言いましょう、赤くなってる、赤くなってる。小倉さんは赤ワインが先ほどのが良かったですね。美味しかったからね、うん、僕普段ほらコメントを抑えがちだから飲んだ方がいいかも。絶対飲ませないでください。はい、続いては徳永チョイス。